上がってって、うん、階段じゃない方だね。どうする、ね、駐車場あったら。もうたくさんそれは。本当それたくさんです。でもどうなんだろうね。何メーター？300メーターさ。いやでもどっちにしろこの道通らなくちゃいけなかったから。でもナビはね向こうまで案内してた。でもそりゃそうか、案内するか。旅館なの。そう、これ日向味噌。ダムからこう来て駐車場、さっきの下のところだ。でそこからもうここまで歩いたんだね。でビーって、はあ、あそこは通れるよな、車は。難しいこれ。超A駐車場っていうのがある。だって全くリサーチしないで来てんだよ。もともと来る予定でもなかったし。あ、なんか車来てる。もしか駐車場なかったら人いっぱい歩ってるよね。そうだよね。あ、サロン、ナバリ。7時からです。あ、うん、こっちでいいの？こっちだよな。切って書いたの。うん。あ、なんかあの辺そうじゃない？
涼しい。うん、涼しい。ここ車止まってるよ。どうした？違う、車じゃない。車じゃな。車だよね。車で撮れんの？車だね、うん、ここ無料の駐車場？これ無料の駐車場なの？長時間駐車停止します。これ無料なんだよね。無料の駐車場らしいね。車取ってこよっか。取ってくる。ここが足湯？9時から15時まで。え、ここ無料なの？ないの？え、そうなの？すごいじゃん。え、これが足湯だね。ほう、足湯だね。足は洗わないでください。あっちいな。ちょっと暑いよこれ。ちょっと暑いね。ちょっとじゃない。これは暑いやつ。暑い暑い。これは真っ赤になる。こっちの方が多分いくらかぬるいと思う。入ってみる。それとも車取ってきたら面白い。取りに行く。今知らない。知らない。だろうね。暑い。これはダメだ。暑いぞ。うん。ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ慣らしていく。そこって無料なの？無料ですかね。調べてみると。ちょっと暑い。かかとだけが真っ赤になった。暑い。これ暑い。暑すぎる。よし。頑張れ。うわあ。暑い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 。暑すぎる。これはちょっと無理。次何度ぐらいあんだろうね。あっち。
あ、暑い暑い暑い。書いてあった。書いてない。うん？熱い熱い。いやー、これ無理だよ。あちゃ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 あ。開けて見てみりゃいいのかね。何も書いてないもんね。ちょっと行ってみるか。よいしょ。ここに灰皿がある。灰皿。ん？わかんない。入ってない。鍵預かってして入るのかな。え、開いてる。入浴の心。あ、でもただなのかな。ちょっと汗入れてるから、よいしょ。プールだ。え？あ、ただのところなんだ。わ、へえ。あ、共同浴場。なるほど。ただのところなんだ。すげえ。うわ、いいね。暑い。あ、ちょっと暑い。共同浴場。共同浴場だって。だからただ誰も入ってない。なんか家のお風呂みたいな浴槽が一つ、まあ家のお風呂とはまた違うけど、サイズがそんなサイズのやつが結構暑かった。
暑いね。でも相当ガーかき回してぬるくして入るか、めちゃくちゃ暑い。多分入ってられないぐらい暑いね。多分暑さはここと同じぐらいだと思う。うん、こっちの方がまだ入れるかな。向こうは暑かった。暑すぎるのね。その冬とかいいかもしれないね。まあでも駐車場上まで上がれるっていうのが分かった。分かった。よし。うん？あ、ここに川が流れてる。これ川かね？冷たいやつ？あー冷たい。水。水ですね。でもそんな冷たいところでもない。足がポカポカ。うん。今日土曜日なのにね、人が相当少ないよね。うん、暑いの好きな人いるかな。いいね。そうだね。ナビ通りに行けばよかったな。いや、なんとなくさ、ちょっと道も狭いし行けないのかなって思っちゃったんだよね。腹減ったね。ここら辺のトンボってちっちゃいよ。ちっちゃくない？トンボ。トンボね。トンボいっぱいいる。なんかちっちゃいトンボ。行ってない。なんだろうね。何の、なんか牛乳とか作るのはそんなわけないよ。天然温泉。ふん、鶏料理だって。この伊藤園ホテル、このホテルは割と高いじゃないですか。うん、安いしね。そうだね、チェックインの時間が。どういうこと？ああ。
な何回か来たことあるんだろうな。絶対初めて来た人は下に止めるよ。駐車場があるの、そんな情報書いてないもん。書いてあったけどさっき。普通になんか県営のなんか駐車場みたいな書いてあった。もしかしたらと思ったんだけど、まあちょっと黙っとこうかな。でも無料であそこ入れるのはいいけど、暑すぎるのは問題だよね。アジサイが咲いてる。サムリって見ないと思わないの？探してみるわ。いやだから探してるの私から見てやるっていうのは。この穴開いてる葉っぱのところにはいるんだよ。でも葉っぱの裏とかにいるんじゃない？近くだからね。なんかいろんなアジサイがあるね。いる？枯れ葉？綺麗だね。ほら戻ってきた。いつの間にか。あっという間に。これ車で行ったら実際見れないからね。見れるよ別に。ここあー、いい運動した。さて、駐車のことがあります。駐車のことがこの辺にね、実はねまだ足湯があるんだよ。そうなの？そう。ちょっと今見てみる。